ニュースをお伝えします。偉大な金正恩国防委員長を父思想の指揮者たちが熱烈に称えました。父思想国際研究所理事長、戦軍政治研究ネパール文学フォーラム委員長、欧州地域父思想研究会理事、南アフリカ、キム・イルソン、キム・ジョンイル主義研究全国委員会委員長は、天才的な英知と精力的な著述で、民族分断と人類の行く手を示した、キム・ジョンイル国防委員長の抜きん出た思想理論の業績を称えました。対父思想研究組織委員長、父思想研究ベネズエラ全国協会会長、ブラジル父思想研究センター委員長は、戦軍の霊剣で社会主義の運命を救い、高揚の新時代を開いた金正日国防委員長は、社会主義と正義の守り手、不正主の戦軍の総帥だと称え、父思想研究フィンランド全国委員会委員長、メキシコ父思想研究所責任者、スイス父思想研究会会長などの各国の父思想の支持者は、金正日国防委員長はあらゆる面で完璧な資質を持つ一番の聖人、人類の自主偉業の遂行のため全てを尽くした真の国際主義者であったと称え、その聖なる革命的生涯は真の革命家の鏡として人類の心の中に大事にしまわれているだろうと述べました。社会主義愛国青年パイオニアの巡回フォーラムが行われました。この13日から24日まで各道で行われた巡回フォーラムは、新しい世代の青年の高潔な思想精神の品格と、鉄道さんから切り開かれた父の革命偉業に忠実に従って、海ある人生を輝かす愛国青年の革命的信念と意志を誇り示した有意義な契機となりました。フォーラムで発言した人たちは、国中の青年を大事にして温かく顧み、手間をかけて尊厳ある強国の主人公に育てる敬愛する金正恩総書記に感謝を述べ、青年前衛の皆が祖孫式社会主義の勝利的前進のため、祖孫青年の英雄的気概を遺憾なくとどろかそうと呼びかけました。ハムギョン北道の農業経営委員会で、今年の農作と農業発展の土台の構築に積極的に取り組んでいます。同農業経営委員会の人たちは、災害性異常気象に主導的に対応できる地域別、季節別、営農工程別の手配を科学的に行い、穀物増産の要の地力向上と低収穫地の改良に力を入れ、適地適作、適期適作の原則で、作物の品種配置と種まき、非売管理を着実にするよう働きかけています。そして、道内の管内システムを整備補強し、完成する一方、農作業の機械化の比重を高め、耕地面積を広めるなど、農業生産を増やし、農業発展の土台を構築するための対策も講じています。ハムギョン南道で農村住宅の建設に必要な仕上げ建材を自力で賄っています。道では仕上げ建材の国産化と自給自足のための物質的、技術的土台を固め、展示会などを機に肯定的な経験と技術資料を共有、移転し、地元の市民も最大限開発し利用しています。建材工場の整備補強と建材品の多種化、多様化、多色化を目指す集団的技術革新運動が活発に展開される中、新製品の開発とクオリティアップで成果が収められ、道全体で仕上げ建材の生産が昨年同期に比べ5割増えました。キムチェク工業総合大学でタービンの安定性と信頼性が高く、装置の技術的特性が改善された風力発電システムを開発しました。発電機の内部の特性を改善して、複雑なコントロール装置なしにも高い発電効率が得られるように設計された風力発電システムは、低風速地域にありながらもコスト削減のメリットがあります。従前に比べ振動の特性が改善され、発電システムの効率が高い風力発電機は国中の多くのところに取り入れられています。以上でこの時間のニュースを終わります。カンソーニがお伝えしました。こちらは祖先の声放送です。
先端水準に。キム・イルソン総合大学の先端技術開発チームは、品質管理の科学化で製品のクオリティアップを図っているところの一つです。研究員では安定製品が高性能性が著しく短縮されているのに合わせて、徹底的な品質保証のためのイノベーションに取り組んでいます。職員のキム・ジョンチョルさんのお話です。今日の품질을保障하기위해서우리는品質をもっと高めるため、ソフトウェアの品質総合管理システムを運用していますが、ユーザーの意見をまとめ、その需要をリアルタイムで受け入れて即時に処理できる方向で品質を改善しています。また研究所で開発したすべての製品を研究所ひいては国を代表する先端製品に作るため、絶え間ない努力を傾けています。先日ここで開発したザクオンというテレビ会議システムをはじめ、2つの IT 製品に国内で最も上質の最優秀製品に授ける12月15日品質メダルが与えられました。すべての製品を先端水準に引き上げようとの開発者の努力は続いています。先端水準に広大してお話ししました。元越。702年、2013年11月のある日、敬愛する金正恩総書記が平壌建築大学を訪れた時のことです。総書記は大学の誇らしい歴史について思い起こし、主体的な建築人材育成の拠点、社会主義文明国建設の前哨の大学として、文明国の建設での大学の位置と使命を明らかにしました。この日、総書記が一番関心を持ったのは大学の教育条件のことでした。総書記は大学の立派な教育条件を作ってやるのが重要だとし、責任持って後押しすると言いました。そして人材の育成を木に例えれば、教育は土壌で教育条件は肥やしも同じだと言えると強調しました。教育を発展させる上で、教育条件と環境の改善の重要性と意味を改めて深く刻みつける教えでした。しばらくして総書記は、私は建築部門の人材育成の元越になるつもりだと熱く言いました。元越、国の未来を育むことに全てを尽くしている金正恩総書記の正しい導きがあって、諸村の新しい世代は国を支える巨木にたくましく育っているのです。元越、古代史とお話ししました。